はい、ピアノ屋 .com の石山です。今夜中ですね、ピアノ屋 .com に、ペトロフがこのように、届きましたね、全体の色の具合をですねちょっと見てもらいたいと思います。全体の色合いはこんな感じになりますね。はい、今日はもう今太陽の光入ってないので本当にそのままの色だと思いますね、順番に移します。外装の足の部分、そして鍵盤の状態ですね。全く手を入れてない状態ですよ。乳化したまんまですよ。こういう状態、ちょっと色合いがですね、この辺とこの辺とちょっと色が、もともとの木目の色がこう違うのかよく分かりませんけど、まあこことここが対称にこうなってるので、もともとの木目がここだけちょっと色薄くなってるのかなと思いますね。ここの濃いところと薄いところとちょっと色が違います。まあ木目なので、そうなんかなと思いますよね。色焼けという感じかなとは思うんですけどね。この部分だけですもんね。だから木目、なんじゃないかなと思いますね。だいたいカバーの色焼けだとこういうこのなんていうかな、カバーのこういう模様がね映ったりするので、そういうのとはちょっと違うかなって感じはするんですけどね。足のところもねこんな感じですしね、この辺の感じとこの辺の色の違いはちょっとあると思います。まだこれから磨きをするので、足のところも同じですね。あ、木目ですね。足もこんな風に真ん中のところが、同じ多分板をね薄くスライスして、使ってるんだと思いますね。ここもこんな感じになってるのでね、ペダル、カバーをかけてですね大事に使ってはったような、こっちの角度からも見てみましょうね。はい、こういう色の感じですね。まあ特徴のある、輸入ピアノの、ね、色合いですね。まあ中はね、お見せしたのでこんな感じですね。まあ製造年代は違いますけど、私弾いた感じはいや、いいピアノだなぁと思ったんですけどね。ちょっと今夜中の12時なんであんまり音出せませんけど、ちょっと軽くねちょっと出してみましょうね。高いタッチで今弾いてますけど、すっごい綺麗な音ですね。スイタの時に弾いたよりも印象が変わりましたね。やっぱり気候が変わって置いてる環境がちょっと変わって響き方が変わったような気がします。置いてる場所によってねイメージは変わるのでね。素敵な音のする、ペトロフちゃんでした。それでは外装の感じをねこれで掴んでいただけたらと思います。大きな当て傷はもう全くないですね。はい、ペトロフのご紹介でした。